おはようございます。ヒロさん、おはようございます。はい、今日も会社からありがとうございますおはようございます。結婚式の、結婚記念日の写真ありがとうございます。皆さん昨日お祝いコメント手前のお皿ソースも残すものかというぐらい綺麗でしたね。はい、あのパンだったんでね、取ろうと思ってたら、はい、取ろうと思った時にはもうメインが綺麗になくなっておりました。アーカイブで、はい、ご参加よろしくお願いします。メアゾンさん、おはようございます。あ、仕事中です。アーカイブで頑張ります。はい、よろしくお願いします。タロマムさん、おはようございます。先ほどご連絡ありがとうございました。グループ A ということでですね、今週からズームカウンセリングというかね、ズーム面談が始まるんですけれども、グループ A 最初の、10名ぐらいの方に日程ですね、今週1週間ぐらいの日程を送らせていただきました。場合によってはね、その時間帯にバッティングしてしまうっていう可能性もあるので、かぶってしまった場合にはちょっとお時間ずらしてね、その後のお時間とかね、前のお時間いかがですかという形で一人一人お時間を調整させていただきますので、ご確認ください。まあ、ママさん、おはようございます。よろしくお願いします。竹本さん、おはようございます。キキさん、おはようございます。はい、会社なので夜アーカイブで参加します。はい、ありがとうございます。ズームオンラインカウンセリングにね、参加する方しない方もいるんですけど、しない方であってもですね、この本当ライブの習慣、アーカイブ等も使っていただいてですね、本当にこの運動習慣が続いてますと、非常にありがたいことですということでね、メッセージもいただきまして嬉しいです。本当ね、鈴木にこのズームで会うとかそんなの関係ないっていうライブ習慣が私に価値があるんだって、そこでしっかり効果感じてますんで、鈴木先生ありがとうございますっていうね、ただズームには参加しませんっていう、そういう方もね何名かいらっしゃってメッセージ付きでありがとうございます。嬉しいですね。やっていることっていうのはね、本当にお役に立ててるんだなというふうに思えて嬉しかったです。タロマメさん、朝からドッキリありがとうございました。で、先ほど送らせていただいたばっかりなのでね、ドキッとねさせてしまったかもしれない。土屋さん、おはようございます。マサイさん、おはようございます。杉山さんもおはようございます。よろしくお願いします。今日はですね、メンバーの方以外の方もね、ご参加いただけるライブになってますので、週に1回、どこかでですね、開放デーを作ってね、ご参加いただきたいと思ってますので、今日はメンバー以外の方も、今日は10分トレーニングを行おうと思ってます。週始め、BPM トレーニングから始まってですね、ちょっと負荷を一点に集中ということでね、週半ばは、ちょっとバランスをとってね、下半身も上半身もそして体幹もバランスよく刺激を入れて、体を整えると、はい、そんな週半ばです。そしてちょっとご案内が遅くなってしまったんですけれども、今週はね、トレーニングで行きますので、月水、今日水曜日ですね、10分トレーニングやって、金曜日、明日、明後日の金曜日にアルティメットライブをやります。アルティメットチャレンジ、トレーニング、トレーニング、トレーニングと
で、本来であれば月水金土なので土曜日が、まあ、今週はストレッチということになるんですけど、あの土曜日がですね、うちの、下のね娘次女の運動会があるんですよね。で、あの天気予報を見ますと、あの問題なさそうっていうかね、あの雨も降らなそうということで、まあ、土曜日雨だったら日曜日にみたいな振り替えになるんですけど、多分土曜日あのやりますんで、土曜日一回お休みをいただいて、今週はその土曜日を日曜日に振り替えさせていただくという形でやりますんで、今週はちょっとねご案内遅くなっちゃったんですけど、月水金日という形であのライブやらせていただきます。次回が金曜日のアルティメットライブ、そして、土曜日1回お休みで日曜日ですね、今週は日曜日ストレッチという形になりますので、よろしくお願いします。はい、イベントごととして楽しむつもりです、はい、そういうなんかね緊張感もなかなか普段ないじゃないですか。楽しいですよね。ちょっとドキドキする感じっていうのもね、非常に面白いイベントになるんじゃないかなって僕も思ってますんで。まゆみさん、おはようございます。今日はアーカイブで参加しますということで、ありがとうございます。はい、で、この週半ばのね10分トレーニングで、上半身の種目とかですね、腕立て伏せだったりとか、そういうところをしっかりとね刺激を入れるという週半ばにしてます。どうしても BPM トレーニングの3分間ずっと腕立て伏せをやり続けるっていうのは、僕でもねかなりハードなんですよね。ついてこれない方も多いんじゃないかなと思うので、なかなかその BPM トレーニングの腕立て伏せ一曲丸々やるっていうことをここまではまだやってきてないんですけど、まあ、求めてる方もいるかなとは思うんですけどね、かなりハードです。スクワットでもきついんですから、あの大きい筋肉を使ってもねきついんですから、その、まあ、全然小さなねその、筋肉、上半身の筋肉を使って、3分半、BPM で腕立て伏せだけで乗り切るっていうのはねかなりハードなんです。なので、週半ばのねこの水曜日にしっかりと上半身の方の腕立て伏せだったりとかね、そういうところもちょっと刺激を入れていくという週にしてます。そしてアルティメットチャレンジも、動き続ける、自分のね最大限のスピードで動き続けるっていう、そのプログラムの中で上半身の腕立て伏せをやりまくるとかっていうのはかなりハードなので、この水曜日のね位置づけとしては、その普段 BPM とかアルティメットで入れられてない刺激っていうのを、まあ、補完できるというかですね、補足できる、そんな曜日になってますんで、腕立て伏せとかはね今日も入ってますんで、少し自分 のレベルちょっと1個上げてですねチャレンジする、そんなトレーニングにしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、では皆さん準備よろしいでしょうか。本日もトレーニングスタートしていきます。はい、ではこちら失礼して出します。昨日僕がメンバー投稿にですね、昨日結婚記念日だったんで、ちょっとチートデイランチということでね、ちょっと好きなものを食べてきた、好きなものというかお祝いランチを食べてきたんですけどね。あ、マキさんおはようございます。 YA さんおはようございます。私も来月今月結婚記念日ですみたいなね、まあ、そういうシェアもいただいて、41年目、ね、すごいですよね。40年、結婚40年。キテちゃんさんおはようございます。はい、これからスタートしていきます。結婚40年っていうのは本当だから、結婚僕は11回目 の記念日だったんですけど、なんかね新婚だなっていうぐらいに思えてきますよね。40年っていうのを聞いてしまうとね。はい、では皆さんよろしくお願いします。いきましょう。あ、大丈夫かな。
先ほどですねちょっとマイクの充電がうまく充電されていなくて途中で聞こえなくなったとかってあったらねチャットで教えてください。僕の方で今耳に届いているので声問題ないですよね。大丈夫だと思うんですけど、はい、では、今日はね音楽に合わせるとかそういう動きではありませんので、まあ、皆さんのペースでちょっと疲れたなっていうところでお水休憩も入れながらゆっくりついてきてください。そして丁寧に動いていけるのがこの10分トレーニングなんでね、丁寧に動いていくフォームを意識して、はい、では行きましょう。はい、まずですねどんな動きからスタートするのかというと、今日は足の幅、肩幅よりもかなり広めにセットしていきます。そして左右へのダウンアップから入ります。まず右の膝からダウンしていくので、ダウンした時に膝の真下にかかとが来るぐらい、狭すぎると膝がもうつま先を簡単に越えます。広い幅をセットしていただいて、つま先は両方とも45度方向外です。ダウンした際に膝の下にかかと、反対側もダウンした際に膝の下にかかと、はい、これも膝だけで動くのではなくてお尻の動き、お尻をしっかりと後ろに引いて股関節の動きを使ってダウンしていってください。はい、手は前でも腰でもどっちでも大丈夫です。バランス取るために前にしてね、ちょっと体前かがみになりますんで股関節を使うということは、はい、この状態で左右へのダウンアップから入ります。はい、ではセットいきましょう。10回いきます。1,2,3,4 で動いていきますね。右からダウンしていきましょう。はい、ダウン、1アップ、2反対、3,4 2回目いきます。右、2徐々にね深くしていきましょう。3,4かなりワイドなのでストレッチの要素も入りますんでね、ぎゅーっと内ももが伸びていくようなストレッチも感じてください。はい、4,2,3,4,5,2,3,4 丁寧に6,2,3,4,7,2,3,4 体しっかり倒して8,2,3,4,9,2,3,4 ラスト10,2,3 はい、左で止まります。はい、右足引きつけてきて左足バランスです。はい、右足浮かします。この足の延長線上に手を広げて伸ばして、はい、キープです。10秒いきましょう。バランス1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、 OK、 ダウン、 OK、 軽く足振りましょう。 BPM だったりとか、アルティメットのねこの体力レベルが上がってくると筋力のレベルもね体力も上がってくるのでバランスもね非常に安定してきますよね。余裕が出てくると思います。はい、では2セット目です。もう一度開きましょう。2セット目は上に上がりません。右にダウンをしたらこのまま平行移動で重心低いまま筋肉の負荷を抜かずにですね左右への移動をしていきます。 OK ですか。はい、では同じくフォームは一緒です。少し体前かがみ、かがみ、上半身ですね、股関節を動かしていきます。はい、右に倒れて、はい、右から左に行きます。行きましょう。はい、1頭の位置変えないように平行、2はい、しっかり支えて、3低いまま低いまま、4,5,6,7,8,9ラスト10右で止まって、はい、左足引きつけます。はい、バランス、右足でバランス、左足浮かす。はい、延長線上に手を伸ばしてキープ。10秒、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、 OK、 じゃあ足振ります。ふう、一呼吸息を吸って、はい、吐きます。
OK、ではふくらはぎ入れます。腰幅です。つま先これ正面でいきましょう。親指母指球内側少し意識で、かかとのアップを10回入れます。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、上でアップキープ10秒いきます。かかとアップどうぞ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい OK、 ダウン、足振ります。 OK、 軽くストレッチ入れましょう。両膝下ろします。両手前、はい、右足右手の外まで、はい、大きく前に出してください。少し背筋伸ばします。お尻の高さを深く前に下げます。ももの後ろからお尻にかけてね、ストレッチ入れていきます。後ろの足は前、足の付け根ですね、伸びを感じます。はい、そこで一呼吸入れましょう。息を吸って、はい、吐きます。では前のね、膝、今右足前にありますね、膝を外に円を描くようにね、外回しで回してみてください。外回し、膝が外にぐーっと開いた時にももの内側をね伸ばせます。股関節周りのストレッチです。円を描くように膝を回す、重心はしっかり前に落としたままね、いきましょう。はい OK、 左右入れ替えます。3体、左足左手の外まで、はい、足の幅しっかり広くとって重心をまず下げる。そして胸張ります。はい、そこで一呼吸、息を吸って、はい、吐きましょう。はい、では小さく揺らぎますね。はい、揺らぐ際に前の膝外回しです。外回し、外回し、膝をね外に開いていくように。はい、OK です。はい、では足戻しますね。一度体起こします。腕立て伏せの動きに入ります。どういう流れなのか一番最初に説明しますので、ちょっとねきつい方は腕立て伏せの動きをちっちゃくしてください。手の幅は肩幅よりも広め、腕立て伏せのいつものスタンスですね。広めのスタンスで膝をね浮かしてセットします。これみんな膝浮かしますね。はい、この状態で右膝から左の肘に膝をね近づけます。クロスで近づけます。1回近づけたらダウンを1回、はい、戻ったら左膝体格の右肘に近づけてダウンを1回。はい、これ腕立て伏せが10回になるところまで行います。その後に膝を下ろしてラスト追い込みの10回の腕立て伏せ、膝をついて行いますので、膝をつかない腕立て伏せができない、こういう方いっぱいいると思います。その方は膝を近づけたらちっちゃく1回、ちっちゃく1回、または前半の膝をつかない腕立て伏せは支えるだけでも大丈夫です。それだけでも十分二の腕入りますんでね。 OK、 いきますよ。では肩の真下よりもちょっと広めにセット、はい、膝を浮かします。はい、右膝からいきます。左肘に1回近づける、1、はい、ダウン、はい、左、2、はい、右膝、ちっちゃくていいですよ、動ける範囲で、はい、左、4、右膝、5、左膝、6、右、7、左、8、右膝、9、はい、ラスト左膝、10、はい、そこで膝を下ろして10回のダウン追い込みです。いきます。ダウン、1 2 3 4 5、
6789ラスト10。 OK、 お尻後ろ引きましょう。はい、息を吐いて。はい、OK、 一度体を起こします。 OK、 腕振りましょう。ふう、お水休憩をね、取ってくださいね。腹筋に入ります。はい、では反対です。座ります。最初ですね、下腹部の両膝の引きつけからいきますので、寝ないでください。座った状態です。はい、両手お尻の少し後ろについて体を支えます。足揃えます。膝が開かないように、ももの内側と腹筋、これ結構連動してますので、しっかりと内もも締めることでね、腹筋への刺激っていうのにもつながってきます。膝が開かないこと、閉じる。はい、足浮かして、上半身からも迎えに行きます。全部伸ばす必要はありません。ちょっと緩んでて大丈夫です。20回引きつけます。どうぞ。1、2、息吐き出しますね。ふっふっ、5、6、7、8、9、膝開いてないですか。10、もう10回いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。足下ろさずに、はい、伸ばした状態、ちょっと膝緩んでて OK、 両手組みます。左右の床タッチ、ラスト10回いきます。はい、左の床から1、反対の床2、タッチ3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK、 ダウン。背中を預けましょう。ふう、一呼吸。腹筋ラスト2種目頑張りましょう。いきます。はい、ではこのままですね、もう一度下腹部の方入れていきます。両足、はい、上です。膝ちょっと曲がってて大丈夫です。両手お尻のですね、下にちょっと引いていただいて、はい、この足を下ろしていきます。手をね、お尻に引かないとどうしても下ろした時に腰が反りやすくなるんですね。それを少しサポートするために、お尻ちょっと骨盤あたりにですね、手を引きます。はい、この手を潰すような形でですね、ゆっくりと足を下ろしていきます。床に近づくぐらいでいいです。ギリギリじゃなくて大丈夫。床少し近づけていく。はい、アップ、10回いきましょう。どうぞ、ゆっくりでいいです。1、はい、丁寧にいきますよ。2、息吐いてアップ。ふっ、3、ふっ、し、ふっ、しっかりと手をね、手が潰されるような形でいくと、腰がね、浮かずにお腹にしっかり刺激入ります。5、6、7、8、9、はい、ラスト10。上でストップ、膝曲がってて大丈夫です。最後、はい、両手つま先を狙って10回、足は固定です。上半身のアップでつま先タッチできないんですが、狙いに行きます。10回、足固定、上半身アップ、10回いきましょう。ラストです。いきます。どうぞ。1、2、3、4、5、あと5回。6、7、8、9、ラスト10。はい、全部ダウン。 OK、 お疲れ様でした。
はい、一呼吸息を吸って、はい、吐きましょう。はい、じゃあ少しお腹のストレッチ、両膝右に倒します。目線足と反対に落として、ウエスト少しひねる。はい、そこで呼吸を一つ入れます。息を吸って、はい、吐きましょう。OK、 左右入れ替えて、両膝左、目線は足と反対、ウエストをひねって、そこで呼吸を一つ入れます。はい、体を膨らませて、息を吸って吸って、はい、ここでお腹のストレッチも入ります。はい、吐きましょう。OK、 センター戻って、はい、では体を起こしていきます。最後楽な姿勢で呼吸を2つほど入れてね、深呼吸入れておしまいにします。はい、肩リラックスして少し背筋を伸ばします。はい、では深呼吸2つほど入れていきます。吸う時にはね、鼻から、はい、長く息吸い込んでください。1回目いきます、どうぞ。はい、同じ長さで吐き出します。最後もう一つ、はい、鼻から吸って、はい、吐きます。はい、 OK です。お疲れ様でした。今日の10分トレーニングはこれでおしまいです。お水休憩、汗拭きましょう。はい、お疲れ様でした。イブさん、お久しぶりです。あ、結婚式を無事に終えて、はい、ヨーロッパ3週間、いろんなところを回ってきたので、まだ時差ボケでトレーニングができていないんですが、ずっと小麦系やポテトが主食で4キロも太って帰ってきたので、はい、元気になったら本気でトレーニング頑張ります。おー、お祝いしてくださった皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いしますということで、おめでとうございます。いや、3週間、すごいですね。ヨーロッパ3週間、いや、すっごいなんかこう思い出になりますね。なかなかそんな、あの、なんていうの、新婚旅行か、新婚旅行行ける方いないんじゃないんですか。すごいな、いい経験ですね。ヨーロッパ3週間、どこが一番良かったですか。ヨーロッパってこと、いろんなことを陸続きで行けるってことですもんね。3週間で何カ国回ったんだろう、何カ国回ってどこが一番良かったのか、もし見てたらチャットしてください。はい、皆さんお疲れ様でした。高保さん、おはようございます仕事中のため戻ります。アーカイブ組もね、ありがとうございます。お仕事中に合間を縫ってね、あのご挨拶に来ていただいて。ヨーロッパは行ったことないんですよね、僕。行ってみたいです。はい、皆さん、今日のトレーニング、こうやってね、ゆっくりと丁寧に、曲に合わせるっていうんじゃなくてですね、自分のフォームと向き合って腕立て伏せだったりとか、あとは腹筋とかもね、一つ一つ丁寧に行っていく、はい、これもね、非常に効きますよね。今本当に1週間を通して、いろんなジャンルのトレーニングに取り組んでね、やっていただいてますんで、
間にこういったねバランス系のトレーニングっていうのも入ると体もね調整されるんじゃないかなと思いますんで、前回ね前回の10分トレーニングでなぜかメンバーだけでやったのにバットが入ったっていうことを僕気にしてるんで、これも大事だっていうことをね、はい、ちょっと思っていただいて、 BPM もやるし、はい、こういった調整系もやるし、アルティメットで全力も出すし、そして、ストレッチでしっかりと体も緩めるしっていうことでね、はい、で10分トレーニング好きな人もいるのよね。アルティメットみたいにちょっとこうフォームが意識できないっていうかね、ちょっと早く動きすぎてフォーム重視ができないよりも BPM とか10分トレーニングみたいにフォームにしっかりとフォーカスできる、意識が向けられるトレーニングが私は好きですという方もいらっしゃるんですよね。まあ続くトレーニングが結果が出るトレーニングなので、自分が楽しいと思えるトレーニング、合ってるなと思えるトレーニングに参加できればそれで十分なんですけどね。週4回もやってますんで、その週4回のうちね週2回とかしっかりトレーニングできてる人っていうのも日本人全人口の半分もいないんじゃないね。自分のペースで好きなトレーニングを続けてください。はい、イブさんありがとうございます。はい、はい、皆様ただいまです。フィンランド、はい、スウェーデン、ドイツ、イタリア、チェコ、おおすごいいっぱい行きましたね。 1,2,3,4,5 カ国に行きましたが、一番良かったのはプラハでした。プラハって どこの首都でしょうか。プラハってどこだっけ、聞いたことあるけど。街の雰囲気や景色、物価、食べ物がプラハが一番良かった。物価が高すぎないっていう、そういうことかな。あ、エビさんありがとうございます。チェコです。チェコの、あ、チェコの首都プラハ、そんな感じかな。へえ、そういうのを聞くとですね、僕も行ったことがないけど、まずチェコのプラハに目が行きますもんね絶対だって嘘じゃないじゃんこれね。ヨーロッパちょっと今度はね行ってみ、行ったことないから行ってみようと思った時に、まずじゃあチェコのプラハ行ってみようかなってこう気持ちになりますよね。ありがとうございます。素晴らしい情報です。フィンランドは夢だったオーロラが見えました。お、見えました、すごい。でも物価高すぎ。あ、そうなんだ、フィンランド。でもオーロラなんてね、そのタイミング悪かったらっていうか、まあほとんど はい、すいません帰ってきました。よかった、トレーニング中ねマイク生きてましたね。今ちょうどなんかマイクが切れちゃったって。 OK です。タラマミさん、はい、僕もチェコはどの辺ですか。チェコがどこにあるかわからない。はい、マキさん、うわー、旅行の話聞きたいね。聞きたいですよね。5カ国回ってきて3週間行ってて、いや聞きたいよね。はい、ヨーロッパを回った人は皆さんプラハが最高って言いますね。あ、そうなんだ。へえ、もうちょっとプラハ調べたくなってます僕ネットで画像検索したくなってます。そしてプラハは物価も良かったと。まあ高すぎないってことですよね。まあ日本よりは高いでしょうけども、それなりに旅行旅しやすかったっていう、そういう場所と。はい、TK さん、テレワークで会議終わったので久々のライブ参加、ライブ参加させてもらってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、ママさん、プラハは
美しい街並みで、はい、映画の舞台にも良くなりますよね。あ、そうなんですね。街並みが美しい、街並みが美しいっていうのはね、確かにあのヨーロッパ行った方みんなあの言ってますよね。なんか統一されてるっていうか、この石畳というかですね、日本ではあんまりこう見られない。いや、おめでとうございます。いや、本当に一生もののね、経験体験でしたね。僕の、僕は新婚旅行はハワイに行かせていただきました。ハワイ、新婚旅行にハワイというよりはですね、ハワイでの挙式みたいな感じにして、まあ、家族だけでね、ちょっと連れて行って向こうでの挙式兼終わった後に軽く旅行して帰ってくるみたいなね、そんな感じで。でその時、鈴木さんハワイですごいじゃないってね、今思うと思うかもしれないですけど、僕がだから昨日で11回目の結婚記念日を迎えたわけじゃないですか。11年前ってね、真逆だったんですよ。めちゃくちゃ円高っていうの、1ドルいくらだったかな、なんか1ドル80円とかだったような気がする。1ドル100円いってなかったような気がする。そんなことある？いや、でも確か そのような旅行に行きやすかったっていうね、ラッキーだった。太郎さん、ありがとうございます。世界地図の前に来ました。ドイツの右にあった、ポーランドの下、はい、分かりません。ポーランドも分からないし、ドイツも分からないっていう。あ、イブさん、ありがとうございます。はい、ハワイでの結婚式、はい。はい、ありがとうございました。いや、本当ね、そういう方のね、その生の今のその感動というかね、そのほやほやのお話っていうのを聞けたりすると面白いですよね。ありがとうございました。皆さん本当にいろんな経験されてるからね。はい、ということで皆さん、今週は金曜日、明後日がアルティメットライブになりますんで、まあ、この週半ばのね、水曜日は少し調整のトレーニングということでね、心拍数がバクバク上がるようなそういうトレーニングではなく、丁寧に行う水曜日でした。明日、明後日、金曜日はアルティメットライブ、アルティメット究極、アルティメットチャレンジっていうプログラムなんでね、究極への挑戦ということで、はい、また自分の限界値を意識して、しっかり体を動かしていくと、はい、そして今週は、土曜日は1回お休み、はい、僕のね、娘の、運動会がありますんで、日曜日にストレッチライブという感じでね、今週は締めたいと思います。ちょうどね、1日おきで今週良かったですね。そういう意味では月水金日全部1日おきで、最後ストレッチで締まるという感じになります。そして、グループ A の皆さん10名ぐらいの方にね、この日程でいかがでしょうかという形でご連絡させていただいておりますので、急ぎじゃないのでね、ちょっと自分のスケジュールとも調整していただいて、でまた日程決まった後もね、やっぱ無理だったってことはあると思うので、変更の連絡も何なりと、はい、お申し付けください。調整しますんでね、お会いできるのを楽しみにしてます。でその日程のメールが来てない方は、まあ、次またグループ B グループ C でね、ご案内させていただきますんでね、よろしくお願いいたします。はい、では皆さん、あ、土屋さん、膝つかない腕立て伏せ初めてできました、びっくりしてます。お、すごい筋力が気づかぬうちについてたっていう、そういうことですか。はい、自分のペースでのんびりついてきたのに嬉しいです。お、素晴らしい。無理はしないでくださいね。はい、やれる範囲で、そして余裕ができたらね、膝つかない腕立て伏せにも、まあ、今後ね取り入れていく。一回やれるようになるとね、結構やれるようになっちゃいますんでね。運動会楽しんで涙流してきてください。涙してきてください。はい、ありがとうございます。はい、ではまた明後日ですね、金曜日にお待ちしてます。
あ、土屋さん、そうですね。土屋さんはもうずっと向こうに、だから土屋さんはあの向こうにいられる時には行ってますよね。11年前に僕行ってますんでね、きっとどこかにいたんでしょうね。同じ場所にはいたっていうことですよね。